偽りっていう字は人のためって書くのよ。キキキリン。本物だからって世の中に広まるわけじゃないのよ。偽物の方が広まりやすいこともあるの。だって偽りっていう字は人のためって書くじゃないの。薬だって人のためになると思って一生懸命研究して作るけど、大変な薬害訴訟になってたりするでしょう。人のための裏側にはいろいろなことが起きるものなのよ。だからそんなに本物ばかりが世の中にあるわけじゃないのよ。だけどそれを売らなきゃなんない広告の仕事というのはとても責任があると思うの。だって本物ならば広告の必要はないんですもんね。宝石だってお酒だって本物を見分けるのは大変難しいことなの。偽物だって手にした人が満足できればとても幸せな気分になれるでしょう。だから偽物の方が広まりやすいのよ。偽物は偽物でいいのよ。だって人のためになってるでしょう。最初から物には表と裏があるってことが分かっているとどんなことでも笑って過ごせるわよ。あんた、裏のない十円玉を見たことありますか？世の中はそんな風にできてるの。だからどんなに不幸なものに出会ってもどこかに明かりが見えるものだという風に思ってるの。もちろん幸せがずっと続く人なんていないんだから、何か自分で行き詰まった時にそこの行き詰まった一点だけ見ないでちょっと下がって広く眺めてみるというそのゆとりさえあれば、そんなに人生捨てたもんじゃないなという風に今頃になってやっと思えるようになりました。そしていつも物事の見えていない裏側を想像してください。それを面白く受け取って愉快に生きていきましょう。今そんな風に思っています。皆さんもあんまり頑張らないで、でもへこたれないで、ほどほどの人生が一番ですよ。